主要な超高層ビルの比較、左からブルジュ、ハリファ、ウィリスタワー、台北101、ペトロナスツインタワー、エンパイアステートビルディングウィリスタワーは、アメリカ合衆国入りの一周シカゴにある、シカゴで最も高く、アメリカで2番目に高い超高層ビルである。2013年に1ワールドトレードセンターにその座を明け渡すまで、アメリカで最高層のビルだった。以前のビル名は、 シアーズタワーであったが、イギリス系保険関連企業のウィリスグループホールディングスが命名権を取得し、2009年7月に現在のものに解消された。屋根部分の高さ442メートル、110階建ての異様は、1973年の完成当時は、世界一の高さを誇り、2019年にセントラルパークタワーに越されるまで、屋根部分のみなら、アメリカ及び、 西半球で最も高いビルだった。設計は著名な建築設計事務所であるスキットモア、オーウィングズメリルの構造技術者、ファズラー・ラーマン・カーン。鉄骨構造で外壁は黒のアルミ枠にブロンズガラスで構成されたカーテンウォールとなっている。高さが違う9本の四角柱を三々に組み合わせたような形状をしている。103階には展望室。 スカイデッキシカゴがあり、エレベーターに乗れば1分足らずで360度の大パノラマを楽しむことができる。2009年7月より103回展望室の西側外面に床を含めて全面ガラス張りの展望台ザレッジが設置・公開されている。1973年から2009年、シアーズはかつては世界最大の百貨店であり、 その本社ビルとして建設されたシアーズタワーは、同社の繁栄の象徴であった。後に、同社は事業拡大の失敗等により、経営不振に陥り、1994年にシアーズタワーは売却された。シアーズの命名権自体は2003年に消滅していたが、その後もビルの名称は変更されずに残され、シカゴダウンタウンのランドマークの名称として、地元民、 観光客に親しまれていた。ありがとうございます。